子。椅子。あ、すいません。よし。裏ではこんな怖いんだ。ゆきやくんは将来、何を目指す、どういうことを目指す。今のグラビアの仕事は結構メインでやらせていただいて。ああ、ねえ、あ、もう拝見してます、雑誌。グラビア表紙とかね。ありがとうございます。いやいや。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストは、オードリー春日くんです。トゥース！うわー、もらいました。前回、やってもらった企画、オードリー春日ドーピングドッキリ。ありましたね。251万再生です。いや、多いとはね、聞いておりましたけど、そんなです。251。251万再生、現時点で。はー。ということで、春日とお送りする本日の企画はこちら。オードリー春日実はヤバい師匠ドッキリ。おお、なんだなんだ。実は春日には弟子がいて、はい、その弟子の態度が激ヤバだったらどう思われるのかっていうドッキリです、うん、やってもらう師匠の内容はこっちです。楽屋の準備に切れる。まあだから厳しい、ね、これはまだちょっと厳しい、まあ、ありそうですよね、うん、で弟子たちにトークさせ採点する。あ、ヤバいですで、耐久カスカスダンスの訓練。あ、もうわけわかんないですね。もうこれはもうパワハラに近いよね。いや、もう今だったらそうですね、うん、最後弟子たちの反乱が起きるっていうのをやってみよう。反乱、うん、失脚するから今回、来ていただく女性タレントはこちらです。雪平梨沙さん。おで27歳でモデルやグラビアの活動をやられてるんですけど、うん、まだ絡んだことないでしょ。ないですね、うん、なんで絡んだことないんで、なるほど。これまただからあれですよね、佐久間さんから指示を。あ、いきますいきます。あ、これはありがたいですね、うん、それさえあれば、うん、指示があったらやりきる男だもん。いや、そうですね、やっぱり、やっぱり国民の操り人形、うん、さあ入ってきました、雪平さん。雪平さん、雪平さんが読んでいる資料はですね、春日のカスカスエクササイズ、やってそうですね。あ、雪平さんも、雪平さんも資料を読み込んで台本のところをしっかり練習していますね。さあここからですね、春日のまず弟子が入ってきます。弟子が入ってきて準備をし始めて、その後春日が入ってくる。失礼します。あ、お願いします。おはようございます。春日の弟子やらせてもらってます、大成って言います。お願いします。お願いします。嘘でしょっていう。あ、師匠の準備をする。あ、落語家さんと一緒ですね。ベストを用意して春日さんのお弟子さんとか。あ、そうですね、やらせてもらってて。あ、全然知らなかった。お願いします。初めまして服装とかも一緒なんですか。あ、そうですよ、なんか決まりみたいな感じで。じゃあ春日さん、入ってください。さあ、怖い師匠春日さん入ってきます。お願いします。おはようございます。違うよな。うん、何回も言ってんだからさ。ベストは左に置いてよ。な、うん、な、ベストはこう左だから、こっちだから。はい、うん、こっちから着ていくだろ。はい、うん、な、お前さんたちは本当全然分かってない。お前さんたち格好だけかな。春日になりきんないとさ、はい、なりきったらもう分かるだろ。椅子、椅子。あ、すいません、うん、すいません、うん、結構待ったからな、今。はい、すいません。わかるだろ。よし。裏ではこんな怖いんだ。お笑いの方ってください。まあ、お前らまだわかんないと思うけど、はい、バラエティーってもうチームプレーだから。まあ、自分だけ目立ってもしょうがないわけじゃない。はい、時にはパスする必要もあるし。大事なのはカンペに書かれていたのをしっかり言うことだ。カンペ出たらそれ読めばいいんだよ。な、はい、うん、で語尾だけちょっと変えた。、うん、盗めよ、はい、とにかく、はい、
な、はい、春日のカンペの言い方、うん、オープニングあるんだ。さあこっからですね、トークを採点していく。トークあるなという見たかったよ。なんか最近面白い話になった。お前そうですね、うん、無料の PCR 検査を受けたんですけど、うん、今っぽいね、はい、うん、そのなかなかストローを唾液が伝っていかずに、うん、こう終盤にってやったら、うん、全部唾液がかかっちゃいました。めちゃくちゃダメ出してください。うん、でそれどこで笑う、そこ、それは顔にかかっちゃった。顔にかかっちゃった。はい、あ、はい、0点。おー、ありがとうございます。0点ね。はい、うん、はい、なんかあった、さっき。そうですね、ちょうど今朝なんですけど。おー、いいね、いいね。朝7時15分にアラームかけてて、うん、で、その7時15分に 目が覚めたんですけど、うん、あ、ちょっと振り長いな。すいません、7時15分いらないし。うん、もう途中で、その時点でも0点。すいません、これ今田さんだったら聞いてくんないよ。困っちゃう。聞いてくれちゃう、南原さんぐらいだな。優しいから、うん、オードリーのオールナイトニッポンがすごいって話してください。もうやってんだからさ、こっちはもうオールナイトニッポンも10年以上、はい、ずっと第一線で、うん、わ、知ってるならお前らも現場来るから、はい、オープニングトークのネタ3つぐらいあるだろう。45分50分ぐらい話してんだからね。はい、うん、なんか探しとけよ。探しとけよ。探しとけよ。あ、雪平さんがとんでもねえもん見てる顔してる。ちょっと言ってくるな。はい。よいしょ。はい。頼むな。トイレ行ってる間に悪口やってる。あいつやべえな。やばいっすね。マジで。大会 TV なんかさ。はい。今田さんの振り聞こえない振りしてるね。何も思いつかねえから。そうだよな。ショーマドリです。おはようございます。おはようございます。うん、やっぱ思ったんだけど、さっきのトークひどかったな、やっぱな。お前らの。はい。はい。すみません。ひどいってことしかなんか覚えてないわ。内容をちょっとよく忘れちゃったけど。俺、ジュニアさんみたいな芸人になりたいんですってことでしょ。でも僕、なんかジュニアさんみたいなトークがしたいんですけど。いや、それを春日としたかったよ。それができないからへーってやってんじゃないの。はい、すいません。春日が絶対言ってほしくない名前言ってください。もう誰でもいいんで、トークと大喜利もいいと。ジュニアさんだとか麒麟の川島さんだとかな、最近で言ったらさらばの森田とか、はい、なあ、先輩後輩関係なく出さないよ名前。はい、そうなれないから今こういうことやってんだろう。な、はい、空気一回すげえ悪くしたの、へでなんとか、そのなんだ、これ空気悪くなっちゃったな。はい、うん、すいませんね、池谷さん。あ、全然大丈夫です。罰としてカスカスダンス。まあ罰としてあれだな、カスカスダンスだな。はいはい、うん、はい、3、2、1、カス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 、私がいいって言うまで。カス、はい、うん、はい、言ってないからまだ。カス、やめるなよ。カスカスカス、あとうるさいから、小声で、小声でやれ。うるさいから、うるさいから。カスカスカス、ゆきひらちゃんは将来何になりたいのって。ゆきひら君は将来何を目指す、どういうことを目指す。いつもグラビアの仕事を結構メインでやらせていただいて。ああ、ねえ、あ、もう拝見してます、雑誌グラビア表紙とかね。ありがとうございます。いやいやいや、グラビアの美容師さんの井川遥香さんで。おお、そうですか、うん、じゃあトイレ行ってみます。ちょっとトイレ行ってきます。あ、うん、やっとけよ。いいいいいい、すいません、うん、やっとけよ、春日さん。はい、はい、な、うん、お前戻ってきてやめてたら許さなかった。はい、ずっとやっとけよ。はい、で、手、もう声だけ出して、もう嫌なやめてください。くっ
さあ、ここから弟子たちの反乱が始まります。マジでクソだな、あいつ。俺今日やっちゃうわ、俺今日やっちゃうわ。やっちゃうんすか、あいつ。やっちゃうわ。カス、カスカス。これでそれなんすか、弟弟子、それなんすか。それなんすか。しびれ薬。しびれ薬。しびれ薬。これ、カスカス、俺たちの問題なんで。で、兄弟子、真剣な顔で、ユキヒラさんに。これ僕たちの問題なんで。え、でも、あんまり良くないんじゃないですか。大丈夫です。はい。それ飲んだらどうなるんですか。飲んだら、しびれる。しびれるぐらいです。あ、しびれる。はい。で、弟弟子がそんなことないじゃないですか。あの量だったらやばいっすよ。しびれる。あの量だったらやばいっすよ。あなたってちょっとって話だったじゃないですか。俺聞いてるのちょっと違う。あんな入れたら怖いっすよ。関係ないだろ。俺たちがどんな目に遭ってきたと思ってんだよ。でも今から収録なのに大丈夫ですかね。入れたら前は手足だけだったんですけど、さすがにあの量は関係ねえって。あんなやつテュースだよ。あんなやつテュースだよ。カスが入ってきて、どうなるんだろうこれ。クス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 、やってんじゃないか。いいね。クスクスクス、ユキヒラさん、お前らやっぱ見込みあるからさ、みたいな。いい感じに感動的にしてください。はい、もういいよ。オッケー、そうっす。やってたな。はい、いい練習になりました。やっぱりこう見てないところでやるっていうのが結局大事だからな、はい、そういうの見てる人いるから、うん、1人は最低1人はそれをずっと覚えてて後から使ってもらうみたいな、うん、あと大体その売れそうなやつ弟子に取んないから、うん、お前ら売れるよ。ありがとうございます。うん、ああ薬入れちゃったのになって期待してないやつには怒らないからね。うん、どうでもいいじゃん、だってそんなやつ。うん、もう家族だと思ってるから。ね、はい、うん、いや本当に私はお前のこと好きよ。うん、こんなこと面と向かって。やべ、物語がよくできすぎてて、うん、ちょっとグッと雪平さんが厳しいこともさ、いろいろ言ったり、この先も言うこともあるけども、はい、うん、本当ごめんな、すまん。3人でカスカス、よし、カスが急にカスカスダンスやりながら水飲んじゃいましょう。カスな、カス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 、楽しいな。はい、カス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 、今泣きながらカスカスなんですよ。カス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 クス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 すげえな演技力。弟でしたじゃない。マネージャー入ってきて、マネージャー入ってきて。どうされました？大丈夫ですか？春日さん、なんとか立ち上がってマネージャー、なんともあいつ返して、で、弟子たちの犯罪を隠してあげてください、春日。大丈夫ですか？ちょっ
登れるって言ってきたら。一旦もうドクターと。あ、だい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 。あのバタバタしたくないから。ちょっと休んだら大丈夫。休んだらちょっと。ちょっと休んだら大丈夫。すみません、すみません。いいお前。すみません。いい大丈夫だ、謝るな。いい。こういうのもあるから人生は楽しいなって死んでください。いや、こういうのもあるからな。予想つかないことが起きるから人生楽しいよな。本当によかった、こういう仕事やって。こっから立ち上がってフルコースやって終わろっか。もう号泣してたからね。あ、そうなんですか。うん、生きててよかった。ありがとうございます。お前たちは絶対売れるよって言ってるのを聞いてちょっと自分と重ねちゃってやらないことを言ってくださってるのに、こうその前で薬とか入れてたからちょっと、あ、もう一回ちゃんと謝ろうか。いや、そうですね、全員でね。はい、本当にすみませんでした。こんなに煽ってくれてるから。2回目も結構超対策まで。いや、本当ですよ。ね、今指示いただいてましたけど、佐野さん何言ってんだろう。前回大丈夫だよ。